茶のプランテーションにおける作業へと向かう中国人農業労働者たち。1932年中国で撮影。クロッペンブルク野外博物館の農業労働者宿舎。グルフハウス様式の建物であり、生活空間と共に馬小屋やナヤが組み込まれている。フランクフルトアムマインのノルトエント東地区にあるキュンタースブルク公園に設置されたコンスタンティンムニエ作の彫刻。 種く人。農業労働者は、自らは農地を所有せず、もっぱら給与を受け取る、賃労働として労働力を提供し、農業に従事する者。非農業的就労機会の増大や、機械化など、農業の近代化、効率化により、20世紀を通して多くの地域で農業労働者の減少傾向が見られた。理論的に厳密な意味での農業労働者は、 資本主義的生産様式が農業分野にも貫徹し、資本家的農業経営がなされている状態が前提となるが、実際には、イギリス以外ではこれに当てはまる状況は起こらなかった。このため、他の諸国における農業労働者には、単なる賃労働的雇用関係にとどまらない、先資本主義的関係の残存物である、身分的霊属のもとに置かれた。 農業労働者が広く見られた。かつてのプロイセンドイツ帝国のユンカー製の元における作男や農地解放前の日本における若税、作男はそうした例である。ユンカー製の作男は少額の賃金を受け取るほか、打国配当、小規模な自家生産や家畜飼育が認められていたが、19世紀末には賃金と配当を もっぱら貨幣のみによって受け取るデプタントへと移行し、マックス・ベーバーはこれを純粋な貨幣、賃金農業労働者への移行形態と考えた。農業労働者には、常夜とい的なもののほか、もっぱら農飯器にのみ雇用される季節的農業、労働者、移動農業労働者がある。西ヨーロッパや、北、アメリカにおける農業労働者の重要性は、20世紀半ば以降に急拡大し、 東、アジアやラテンアメリカにおいても該当者の数が増加し、社会的な重要性を拡大しつつある。南アメリカでは、1980年頃から、農業労働者と小農の間の移行が生じつつあり、借金が返せず、土地を失った小農たちが、様々な社会運動を起こしている。20世紀を通し、また現在も、カリフォルニア州の農業にとって、 メキシコ系アメリカ人は重要な役割を果たしてきた。アメリカ合衆国では1960年代にセサール・チャベスの指導の下、メキシコ系農業労働者を組織した大規模な労働組合である農業労働者連合が組織され、アメリカ合衆国全域に影響を及ぼすほどのストライキ闘争を観光した。ヒューマンライツ・ウォッチは2012年にカリフォルニア州、ノースカロライナ州、 ニューヨーク州における調査に基づいて農園の恐怖という報告書をまとめ女性のデカセキ労働者が性的虐待の犠牲になっていると指摘した。スペインではアフリカからの移民たちがしばしば合法的な居住許可もないまま農業労働に従事している。2000年2月にはアンダルシア州の都市エルエヒドでモロッコからの労働者たちに対する人種主義的襲撃が発生した。 ドイツでは1991年から農業、林業、ホテル業における季節労働者に関する法律が導入された。これに伴い、ポーランド、ルーマニア、ハンガリー、スロバキア、ブルガリアそれぞれとの相互協定が取り交わされた。これによって季節労働者の契約期間は3ヶ月を超えないものとされた。イスラエルでは2万5千人ほどの大臣農業、 労働者が労働力の大部分を支えているとされ、深刻な労働権の侵害が起こっていると報じられている。日本では田植え、稲刈り、その他の収穫などに出稼ぎという形で他地域の農業従事者を季節雇用することがあり、静岡県のみかん生産地へ、東北地方から岡山県のイグサ生産地へ、徳島県産幹部から季節労働者が入る例などが、 代表的な事例とされてきた。第二次世界大戦後には、農地改革や高度経済成長による非農業就業機会の拡大、機械化、化学化などの結果、上雇いの農業労働者はほぼなくなり、季節的雇用も急減したが、1990年代を境として、終年型農業雇用は増加傾向に転じているとされる。特に十一世紀に入ってからは、 研修生や技能実習生として事実上の外国人農業労働者を受け入れる例が増加しつつある。全般ドイツ、スペイン、アメリカ合衆国。ありがとうございます。